石破茂の裏切り7選1981年父の死後真っ先に葬儀に駆けつけてくれた田中角栄の助言で政界を目指すも田中派ではなく中曽根派から立候補田中角栄を裏切る1993年非自民の細川連立政権が成立自民党が野党に転落すると立て直しに四苦八苦する森喜朗幹事長に私はね政権与党にいたんです 自民党の歴史的使命は終わったと捨てゼリフを吐き離党を届け、自民党を裏切る小沢一郎を真の改革者と称賛して新進党決闘に参加するも小沢一郎が党首に選ばれると自分の考える政策と違うと総選挙前に離党小沢一郎を裏切る自民党に復党するも誰も相手にされず伊吹文明が石破君は仕事ができる人だからと情けをかけて伊吹派に入れてあげるもその後に入閣すると 閣僚が派閥に属するのはいかがなものか、派閥は急滞前としていると思いますよ。の捨てゼリフで伊吹派を離脱。伊吹派を裏切る。麻生政権の閣僚を務めていながら、支持率低迷で総選挙が近づくと、総理官邸に乗り込み、後任は麻生さんが指名すべきだと、私はこう思うわけです。と謎の論理を展開して、麻生おろしに加担。麻生太郎を裏切る。民主党からの政権奪還を目指した自民党総裁選で、 安倍晋三と総理の座を争い、敗れて幹事長に在任期間中、地方選挙で連戦連敗。自民党支持者の期待に背く。安保関連法担当大臣を任せたいと言われるも、面倒くさそうなので、へりくつこねてこじ。代わりに受けた地方創生担当で実績を残せないどころか、既得権益に配慮して加計学園問題で地方を見殺し、地方を裏切る。自民党総裁任期延長問題で総務会で吠えまくるが。 誰にも相手にされず派閥聖地を否定していたのに石破派の水月会を結成森友問題や賭け問題や自衛隊日報問題で新聞テレビに連日出演して安倍政権と自民党を背後から打つ発言をしまくりマスコミの安倍おろしに加担安倍晋三を裏切る以上が石破茂の裏切りの歴史です